話よ、これね。いやですね、この中も見たいと思うんだよね。はあ、あ、ここに寝てね。あ、ちゃんとナショナルのすごいんですよ、これ。これすごいですね、これね。ねえ、いや、なんかこれ楽しそうですね、これね。この中に飲んでるんでしょ、飲んでるんでしょ、この中にね。これは楽しいよ、これ。毎週キャンプだもんね。なんか知ってんすか。いや、これスノコじゃん。スノコじゃなくて、あれ、あの、ウレタン、ウレタン、あの青いやつ、青いやつ。あー、でもあれしょ、このままいつも走ってんのもね。いや、もうね、昨日、前回はもう途端だ。あ、途端なの。やっぱり2時間かかるもん、走ったら。やっぱ30分以上違うもんね。あの、僕はね、こっから自宅まで1時間半で着くんですね。やっぱりこれになると、やっぱり30分余計にかかる。あ、じゃあ走ったら、あ、はいはい、これまさか上で走ったらちょっと、ね、金くだべなと。さあ、まあ、これあったかそう。あ、これあったかいわ、これ、うん、ね、あっきりをつむんだ。うん、あっきりを回るとね、あ、これいいわ、これ。へぇ、で、寝ながらこうちょっと取って、詰めて、カバンって言うもんでね。へぇ、いいわ、ちょうど大きさいいよね、これね。みんなでもヘトロ大会で、ね、しない、しない、ね、軽トラ、なかなかこれやりだしたら止まんないでしょ、これね、この良さ、ね、だいぶあれだよ、畳むのもなかったし、ええ、一番最初の時にね、一番苦労したけど、設営がまずね、それがいいんだよ。すごいわ、これ、ね、ちょっと十勝紅茶ちょっとうるさいですかね、これね。有名だよ、ね、そう、知らない人いないみたいですよ。軽トラテント泊、すごいです、これすごいです。ちょっと中に潜入します。こんな感じです。あ、これなかなかいいかもしれませんね、これ。あ、これいいですよ、これ。うわ、こんな感じだ。うわ、足伸ばせるし。あ、これ皆さん意外といいかもしれません、これ。電気ついて、クーラー置いても楽勝です。あ、これ意外といい感じかもしれませんね、これ。軽トラテント泊、こんな景色です。